記録的な大雨によって村上市や関川村など各地で甚大な被害に見舞われました。住民が今日も土砂をかき出す作業に追われていましたが、日常に戻る見通しは立っていません。旅館の川沿いのところ、露天風呂なんでしょうか、完全に壊れて落ちてます。関川村では記録的な大雨で大規模な土砂崩れが発生し、土砂や流木が住宅や宿泊施設に流れ込みました。多くの人が今日も片付け作業に追われています。こちらの集落のお寺では、お気を入れながら涙出てきましたね。土砂崩れにより檀家が集まる客間に倒木が横たわっていました。今年はお盆はできないですね。とてもお盆までにどうなるっていうもんでもないしね。一方、村上市の中でも特に被害が大きかった小岩内地区では、しっかりまた直していきますので、よろしくお願いします。村上市の高橋邦芳市長が視察しました。現地までタッチできないような状況がありますので、ここをまず一刻も早く、で今日明日が勝負だと思ってますんで、早急にその対応を進めたい。電気、通信、インフラ、水道もそうですけども、生活できる環境をいち早く、元に戻していくということが必要だな。県によりますと、村上市や関川村では現在も一部で停電、断水が続いていて、すべてが復旧する見通しは立っていないといいます。